はい、こんにちは、116インズです。選手の動きも徐々に活発になりつつあり、ようやくオフシーズンらしくなってきたなと感じています。今日はここまで静かなオフシーズンを送ってきたヤンキースが一気に動きましたので、今回の動画ではそちらについて話していきたいなと思います。まずヤンキースは今日1日だけで合計で1億ドル以上使いまして、FA 市場の目玉選手として注目されていた DJ ラメイヒューと6年契約で合意間近と報道されていまして、でもう一人2014年それから2017年と通算で2回サイヤング賞に輝いたコーリー・クルーバーとも1年契約を結びまして、ヤンキース一気に動いてきましたね。このオフのヤンキースは贅沢税の関係から補強費に限りがあると言われていましたけれども、今回のラメイヒューそれからクルーバーとの契約でこのオフの補強はもしかしたらこれで終わりになってしまうかもしれません。となると気になるのは田中選手の動向ですけれども、こちらについても動画の最後の方でお話していきたいなと思います。ではまずはラメイヒューから話していきたいなと思うんですけれども、ラメイヒューとヤンキースは6年総額9000万ドルの契約で合意間近と現在報道されています。まだ正式に合意する前ではありますが、今回の動画ではこのままラメイヒューが合意するものとして話していきますので、そちらの点はご了承いただければなと思います。でラメイヒューの契約なんですが、6年総額9000万ドルということで、日本円にするとだいたい93億円94億円規模の契約となるんですが、ただ1年平均にしますと1500万ドルですので、正直かなり安いなというのが率直な感想です。今年のクオリファイングオファーが1890万ドルでしたので、ラメイヒューの今回の契約は年平均ではありますけれども、そのクオリファイングオファーを下回っているぐらいの、彼クラスの選手にしてはかなり格安な契約になったんじゃないのかなと思いました。はじめにツイッターでこのラメイヒューの契約が6年総額9000万ドルと見たときに思わず安って言っちゃったんですけれども、ここ2年間 MVP クラスの成績を残している選手にしてはやっぱり結構安いものなんじゃないのかなと思っています。ヤンキースにとってこのオフの最重要課題としてこのラメイヒューをチームに残すというものがありまして、今回の契約ではそれが叶いましたし、また6年契約ということで契約が終了する頃にはこのラメイヒューも38歳となりますので、残りのキャリアをヤンキースで全うするような契約になったんじゃないでしょうかね。2019年に2年総額2400万ドルと今考えてみればかなり安い契約でヤンキースに加入したラメイヒューですが、2019年打率3割2分7厘26本のホームランを放ち、コロラド以外でも活躍できることを証明すると、昨シーズンはリーグトップの打率3割6分4厘 OPS も10割超えと MVP 投票トップ3にも入る活躍を見せ、ヤンキース打線のキーマンとして活躍を続けたラメイヒュー、来季以降もヤンキース打線を支える存在としての活躍が期待されますね。それにしてもヤンキースからすればバーゲンとも言ってもいいぐらいの金額でこのラメイヒューを呼び戻すことができたわけですけれども、ラメイヒュー自身は当初は5年総額1億2500万ドルクラスの契約を希望しているという話が出ていました。ですのでヤンキース側との金額にかなり隔たりが出ているという話も出ていたくらいなんですけれども、ただ最終的なラメイヒューに対するオファーを見てみますと、もしかしたら彼のマーケットがあまり発展しなかったのが今回のヤンキースとの契約につながったのかもしれませんね。ブルージェイズが4年総額7800万ドル、そしてドジャースが4年総額6000万ドルとなっていまして、年平均ですとブルージェイズの方が高いんですけれども、ただラメイヒュー側は契約期間を重要視しているという話も出ていましたので、最終的には6年を出してきたヤンキースに戻るという決断になったのでしょうか。ラメイヒューに関してはほんの数日前にヤンキース側の対応の遅さから代理人に他の球団とも連絡を取るよう指示したとヤフーのティム・ブラウン記者が報道していましたけれども、その中にはブルージェイズが含まれていまして、でこの4年総額7800万ドルというオファーももしかしたらその中で受けたオファーなのかもしれませんね。でそこから割とすぐにヤンキースとラメイヒューのこの契約がまとまったわけですけれども、ブルージェイズのオファーをまあ悪く言えば出しに使ってヤンキースから6年契約を引き出したという側面ももしかしたら今回の契約にはあるのかもしれません。ということでヤンキース残留が決まったラメイヒューですけれども、確かに今回の契約は年平均すれば安い契約とはなっていますが、双方にとってメリットのある契約だと思っています。まずラメイヒューにとっては何といっても重要視していた契約年数を今回6年も確保することができましたし、37歳のシーズンまでプレーできる環境を整えることができました。でヤンキース側については何といってもペイロールの柔軟性を確保することができた点がこの契約に関しては非常に大きくて、贅沢税の計算上契約の年平均の額が贅沢税の計算に含まれますので、今回の契約については年平均1500万ドルとなっていますので、ペイロールがカツカツなヤンキースにとって短期的には補強に動きやすくなった、そんな契約となりました。
で、実際この契約があったからこそこの後話すクルーバーの契約にもつながったんじゃないのかなと思っています。まあ、唯一のデメリットとしてはヤンキースはラメイヒューの37歳のシーズンまでこの彼を保有しなければいけませんので、契約が終わる頃にはこのラメイヒューがほとんど機能していないという可能性も全くなくはないとは思うんですが、今のようにセカンドを中心に内野の各ポジションを守ることは難しくなるかもしれませんが、ここ2年間ヤンキースで見せたバッティングでの貢献は30代後半でもある程度はできるとヤンキースは見込んでいるのではないでしょうか。まあ、そもそも契約の仕方からしてとにかく年平均を抑えたいというチームの意向が伝わってくる契約でしたので、契約後半のことはそこまで考えていないのかもしれませんけどね。ここまでがラメイヒューの話となるんですが、続いてはクルーバーの話となっていまして、ラメイヒューついに残留したかと思っていたら、今日の朝に今度はヤンキースがクルーバーと契約したというニュースが流れてきました。ヤンキースは田中選手、ジェームス・パクストン、それから J ・ハップと先発ができる選手が一気に3人 FA で抜けてしまいましたので、先発補強は必須の状況だったんですけれども、今回クルーバーと1年1100万ドルの契約を結びまして、念願の先発補強となりました。2014年、それから2017年とリーグのサイ・ヤング賞に輝き、MLB 屈指の右ピッチャーとして活躍していたクルーバーですが、昨年はレンジャーズにトレードされましたが、たった1先発1イニングを投げただけで離脱してしまいまして、それでシーズン終了となってしまいました。また2019年も打球が直撃して右腕を骨折するなど、ここ2年間で8先発しかこなしていません。故障の影響で6に投げることができず、また来季は35歳のシーズンとなるピッチャーに対して1100万ドルという金額はラメイヒューとは対照的に結構高いなというのが契約の率直な感想でした。もちろん実績のある選手ですし、復活すれば儲けもんということはわかるんですけれども、ただでさえヤンキースの先発ローテーション不確定要素が多い中で、クルーバーというさらなる不確定要素を足して果たして大丈夫なのかというところが個人的にちょっと気になったところです。こちらがヤンキースの来シーズンの予想先発ローテーションとなるんですけれども、まあさすがにコールは問題なくローテーションを回してくれると思いますけれども、2番手のクルーバー以降は怪我のリスクですとか実績面がまだ足りていないなど、ちょっと計算できるとは言い難いような選手たちが並んでいます。クルーバー、セベリーノに関しては故障のリスクがつきまといますし、ヘルマンはそもそもちゃんと戻ってくるのか、でガルシア・シュミットはもちろんトッププロスペクトではあるんですけれども、1年間 MLB でローテーションを回した経験はまだありませんので、やっぱり彼らも計算できるとはまだ言えないのかなというところですよね。とすればローテーションをしっかり回せてある程度イニングを食える存在ができればもう一人ぐらい、それこそ田中選手を残せればベストなんですが、ちょっとこれも難しいかもしれません。ヤンキースは贅沢税課税ラインである2億1000万ドルを下回りたい意向がありまして、ボブ・ナイチンゲール記者によれば、今回のラメイヒュー、それからクルーバーの契約を足しても、一応は課税ラインを下回っている状況らしいんですが、ただヤンキースの他の選手の年俸等を考えますと、2億1000万ドルという課税ラインに限りなく近い額にはもう迫っていると考えられますので、そうなるとヤンキースにはもう補強費があまり残されていないんじゃないかと考えられます。田中選手の契約については予想では年平均1500万ドル前後になるのではないかと言われていまして、この額ではヤンキースは贅沢税の課税ラインを超過してしまうと思われますので、今回のラメイヒュー、それからクルーバーの契約をもって田中選手のヤンキース残留の可能性はかなり低くなったと考えるのが自然かと思います。田中選手に関しては日本に戻るのではないかと言われたりもしていましたが、数日前にはパドレスが調査をしているという話も出てきましたし、田中選手が今後どういった判断を下すのか注目して見ていきたいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。